エレファントキャッスル駅は、イギリスの首都ロンドンにある、鉄道駅。テムズ川の南側にあるエレファントキャッスルに位置し、鉄道の他地下鉄も2路線乗り入れている。エレファントキャッスル駅は、ゴビアテムズリンクレールウェイによって運営されており、同社のテムズリンクブランドの列車以外では、サウスイースタンも乗り入れている。ロンドンの交通網を同心円上に区分けしている。 トラベルゾーンでは地下鉄駅とともにゾーン1とゾーン2にまたがるよう設定されている。エレファントキャッスル駅はレンガ作りの公開駅で1863年に建設された。出入り口は2つあり、1つはエレファント通りに、もう1つはエレファントキャッスルショッピングセンターに直結している。列車の出発案内板は 券売所とショッピングセンター内の両方に設置されている。プラットホームは全部で4番線まであり、プラットホームの両側が線路に接しているホームが2つある、島式2面4線と言われる構造となっている。現在駅にはエレベーターやエスカレーターが設置されておらず、階段のみが唯一のホームへのアクセス手段である。また地下鉄のエレファントキャッスル駅とは、 直接つながっておらず、地下鉄へ乗り換えるためには一回駅舎から出て、ショッピングセンターを通過、または迂回する必要がある。なおと駅では、オイスターカードを使用することが可能である。鉄道の運行は、テムズリンクとサウスイースタンによって行われている。オフピーク時の列車発着は、以下の通り。なおラッシュ時間帯には、サウスイースタンの運行本数が数本増便される。 他、アシュフォードやロチェスター、オーピントン、ドーバープライオリーを発着する列車も運行されている。エレファントキャッスルの地下鉄駅は、鉄道駅から200メートルほど離れたところにあり、ノーザン千バンク支線とベーカール線が乗り入れている。駅の入り口は2つあるが、いずれにもエスカレーターは設置されていない。また、コンコースからプラットホームに降りるためには、 エレベーターを使用するか急勾配で狭いらせん階段を通行する必要がある。二つの入り口のうち北側のものがベーカール線、南側のものが農山線へ直接つながっており、北側の入り口はロンドンサウスバンク大学口と言われ大学のキャンパスの南端に接している。一方南側の入り口はショッピングセンター口と言われショッピングセンターへの アクセスや鉄道との乗り換えに利用されている。エレファントキャッスル地下鉄駅は2段階にわたって建設され、まず1890年12月18日に、現在のノーザン線の駅が、シティサウス、ロンドン鉄道の駅として開業し、ついで1906年8月5日に、現在のベーカールー線の駅が、ベーカーストリートウォータールー鉄道の駅として開業した。 農山線の駅は、南隣のケニントン駅と同様のデザインで、1920年代のトンネル改良工事、1960年代のエレファントキャッスルショッピングセンターとロータリーの建設工事、そして2003年の駅改修工事と3度にわたって作り直されている。2003年の改修工事後には12月12日に工事が終了し、再オープンした。 一方、ベーカールー線の駅は一部近代化による改修が加えられているが、現在も建設当初の駅舎を残しており、1900年代、初頭に活躍したイギリスの建築家、レスリー・グリーンによる典型的なデザインの駅である。1924年には、地下鉄における初めての出産が、エレファントキャッスル地下鉄駅で行われ、無事にジョジが誕生した。 当初このジョジにはイニシャルが、ロンドン地下鉄の愛称である、チューブになるよう、セルマウルスラベアトリスエレノアと名付けられたと報じられたが、実際には、マリーと名付けられている。バス路線では1番、45番、53番、68番、88番、133番、155番、168番、172番、188番、176番、 343番、415番、453番と、深夜バス N1 番、N35 番、N63 番、N68 番、N89 番、N133 番、N155 番、N171 番、N343 番がこの鉄道駅に停車する。バス路線では一番、十二番、十五番、40番、十五番、十三番、 63番、68番、100番、133番、136番、148番、155番、168番、171番、172番、176番、188番、196番、333番、343番、344番、360番、363駅、415番、 453番、468番、C10 番、P5 番と、深夜バス N1 番、N35 番、N63 番、N68 番、N89 番、N133 番、N155 番、N171 番、N343 番がこの駅に停車する。また、十二番、十三番、四十八番、七十六番、八十八番、 344番、453番は24時間バスを運行している。ありがとうございます。